どうも平岡です。今日なんですけどもちょっとね、用事があって丸の内に来ております。何かというとですね、今からアップル丸の内に行ってこようと思ってるんですけども、あのアップル丸の内でですね、あの Today at Apple っていうアップルストア内でこうなんかこうアップル製品を使ってね、もっとクリエイティブなことをしようみたいなセミナーみたいなのをやってるんですよね、定期的に。で今回ちょっとね、その Today at Apple のセミナーを、開催していただけるというか、まあ、僕がね皆さんにこうセミナーをして iPad の使い方とかをこうなんかレクチャーするみたいな、そういう機会をいただいて、今日その打ち合わせに Apple 丸の内に来ております。せっかくやるんだったらね、皆さんの参考になれるような、セミナーをしたいなと思って、ちょっと僕の方でもねいろいろ考えてきて、それを今日 Apple の人と打ち合わせしながらどんなセッションにしていくかっていうのを考えるというふうな形になっております。なので、何回かミーティングで Apple さんの方にお邪魔して、もうね話し合いしながらセミナーを作っていくんで、その様子とかを軽く Vlog で残してみようかなっていうのが今回の企画でございます。はい、というわけでね、もうそろそろ Apple ストア着くのでちょっとねミーティングしていきましょう。いや、この東京駅とか丸の内の方はね久しぶりに来たんですけども、緑も多くてね、でかい建物も多くて歩いてて気持ちいいですね。奥に見えるのが東京駅です。もうね多分この辺に Apple 丸の内があると思います。あ、あれだあれだ、ここですね。あれが Apple 丸の内ですね。ちょっと和風なインテリアになってて、竹とかが窓際に刺さってます。でかい、なんか日本最大なんですよねこれね。2019年にオープンした日本最大のアップルストアがこのアップル丸の内です。うわーすごい、めちゃめちゃ大きいですね。こんな感じさすが日本最大級の旗艦店。というわけでちょっとアップルストアね行ってこようと思います。なんか撮影していいかちょっとわかんないんですけども、一応ね撮影できるようにお願いしてみようかなと思います。じゃあ行ってきます。はい、ただいまミーティング終わりました。ちょっとね中の様子はさすがにあの撮影できなかったんですけども、すごくねいい感じのお話ができました。あのすごくいいセッションができそうな予感がしております。というわけで結構ねまだ今日一発目のミーティングなんですけど、ここからもう一回ちょっと実演みたいな感じでセッション回して、で内容調整して、でリハーサルして本番って形でね、まだあと 2,3 回ショップに来るんで、ちょっとその内容とかもね定期的に動画回していこうかなと思います。1月21日なんですけども、セミナーの Today at Apple の打ち合わせ2回目です。いろいろ僕なりに考えてきて、いいセミナーができそうだなというふうに思っております。ここからね今日みっちり2時間、ミーティングしてこようかなと思います。今日は行ってきます。というわけでね、打ち合わせも終わってだいぶ内容固まってまいりました。明日からウェブの方で募集のページが上がるそうなんですよ。たくさんの方が、ね、来ていただいて楽しい会議できればと思っております。本番まであと1週間なんですけども、頑張りたいと思います。じゃあお昼行きます。はい、というわけでね、今日もアップルストア着いたんで、打ち合わせ最終ミーティングね、リハーサル頑張ってきます。レッツゴー。はい、おはようございます。 Today at Apple 当日の朝でございます。今からねちょっと準備を最後終えて出かけるんですけども、すでにもはやね緊張してきましたちゃんとできるかな。まあ、昨日もねちゃんと自分の中でさらに最後にもう一回練習もしたので大丈夫だと思います。今日のメガネを何にしようか考えてるんですけども、どれかな、メガネ、やっぱり最近買ったこの勝負メガネ、ジャック・マリー・マージュで行こうかな。まあ、せっかくなんでね、皆さんにも会う機会なので、ちょっとお気に入りのメガネで行きたいと思います。これが僕のね、
メガネコレクション、ちょっと埃かぶっちゃってるんですけども、メガネコレクションでございます。はい、というわけで丸の内に着きました。もう何度もね足を運んだお店なんですけども、今日はいよいよ本番です。ちょっと1時間半前ぐらいに、ね、入って、若干事前準備があるんで、少しそれを準備してから本番に挑みたいと思います。はい、見えてきました、プル丸の内。あー緊張する。来てくれるかな人。結構席は一応ね満員のはずなんですけども、ちょっと緊張するんですが行ってきます。あと2分です。あ、逆にあるか。今日撮影は堀口です。意気込みを。意気込みはもう全員 iPad にします。今日は全員 iPad にします。帰る時も iPad になります。頑張ります。頑張って。フォックスの前。いいだ。ドゥル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 。あの平岡優奈さんです。どうぞ。こんにちは。どうも。皆さん今日もアイパッドでクリエイトしました。平岡です。iPad を買ったのがきっかけだったんですけど、ちょっと実用的に iPad で合成して、リクラップして、それを取り込んで、プロクリエイトを渡して、はい、というわけで Today at Apple の事前のミーティングのところから本場の、ね、様子まで軽く Vlog 形式で動画見ていただきました。本当にですね、当日来ていただいた方ありがとうございました。一応ね、席が50席っていう感じで枠があったんですけども、その50もですね、僕が動画を投稿してからすぐに埋まったらしくて、当日は50の席プラスちょっとね周りに立ち見がいらっしゃったりとか、あと丸の内の2階から見てくださってる方もねいらっしゃったりとか、2階から iPad でこうやって一緒にね作業してくれたりとか、たくさんの方にね参加していただいて本当に嬉しかったです。当日は少しでも皆さんとね直接触れ合う機会を増やしたいなと思って、作業中とかにね少しこうお隣にお邪魔して、こうできてますかとかね話をさせていただいたりとか、あと終わってからもですね、写真撮りたいって方がねこう列を作ってくださって、結構それもねお待たせした方もいらっしゃると思うんですけども、個人的にはね一人一人と少しだけでもゆっくり時間を取ってお話しすることができてとても嬉しかったです。で本当ですね、僕今回参加してみて Today at Apple っていうものをねあんまり今まで詳しく知らなかったんですけども、いろいろ話を聞いてるととてもいい取り組みだなと思っていて、普段ストアとかに行って横目でチラッと見る感じだったら、すごく基本的なチュートリアルを教えてるようなイメージがあったんですけども、意外と基本的なものから応用編とか、あと Apple のストアの方と一緒に写真をね外に撮りに行って、その写真を編集しようみたいな、少しこうフィールドワークを含めた Today at Apple があったりと、いろんなイベントがあって、あと1日5本とか6本とかずっとやってるんですよね。なので定期的に Today at Apple のページ見てもらうと、自分に合った面白いこのねセッションがあるんじゃないかなと思います。そして Apple Store の店員さんもね本当にみんなめちゃめちゃいい人で、なかなかこう普段 Apple の人とかってなんか触れ合う機会もないし、 Apple ってブランドがしっかりしてるね、本当に世界的企業なので、こうレギュレーションがあったりとかブランディングに厳しいところがあるんで、今回の Today at Apple も結構ねこう事前準備が大変なのかなとかね、あらかじめこう、ね、決まった内容をね沿ってやっていくんじゃないかなっていうふうに思ったんですけども、全然そんなことはなくて、僕のねしたいこととかを最大限尊重してくれて、本当に親身になってねたくさんの方に支えていただいて、いいイベントができたかなというふうに思っております。参加した方のね感想を聞いてても、やっぱり Apple Store の店員さんすごく親切で、当日枠をね予約できなかったけども、椅子が偶然空いてたからぜひ座ってくださいというふうに案内してくれたりとか、まあ、そういうふうな意見もたくさん聞いて、本当にね素晴らしい方々の支えのもと、いいイベントできたなというふうに思っております。 Apple Store の店員の方もね皆さんありがとうございました。
というわけで当日のお話の内容っていうのはね、先日僕動画の方でもほとんど同じ内容をアップしております。なので参加できなかったよって方とか、ちょっと当日の話だけやったら難しかったんで復習したいなっていう方はこちらの動画見ていただけると、大体同じ内容ね、同じテーマで話してるんで参考になるかなと思います。いや本当今回はですね、貴重な機会いただいて僕自身すごく楽しくて、準備含めねワクワクしながら過ごした1ヶ月でございました。というわけで引き続きですね、 iPad の持つ可能性を皆さんにお伝えすべく活動頑張っていきますので、応援していただけると幸いでございます。この度本当にありがとうございました。というわけで今日の動画はここまでです。今日の動画見てね、面白かったなとか、疲労がお疲れと思った方はですね、ぜひ動画の高評価、チャンネル登録、ベルマークの登録もよろしくお願いします。それでは今回の動画はここまでです。最後まで動画見てくれてありがとうございました。また引き続き頑張っていくんで応援よろしくお願いします。バイバイ。